ちなみに、いいの西村でございます。学認クラウド系統 A サービスの概要アップデートということでお話しさせていただきます。先ほどですね、小林の方から説明がありました、学認クラウドの3つのサービスの2つ目の説明でございます。先ほど導入支援サービスについては説明いたしまして、今、2つ目ですね。 えー、オンデマンド構築サービス、三つ目のサービス以降に関しましては、休憩を挟んで、えー、別セッション、クラウドトラック2の方で、えー、説明をさせていただきます。ございます。 はい。で、ゲートウェイサービスなんですけれども、このサービスはですね、至ってシンプルなものでございまして、こちらの画面に、スクリーンショットにあるようなですね、各大学研究機関において、利用可能としているサービス、契約、連携しているサービスですね、を一覧で表示するようなサービスでございます。 このゲートウェイサービスにですね、皆さんログインしていただくと、その人が所属している機関、大学研究機関を認識しまして、あなたに、あなたが利用可能、利用できるサービスはこれこれですよということを提示するものでございますと。で、加えてですね、個人ごとのカスタマイズと書いておりますけれども、各自 が、その自分がよく利用するサービスを、まあ、並び替えて、上の方に持ってきてですね、使いやす、使い勝手を良くするとか、あと、機関で契約しているわけではないんだけれども、コインジンで利用する、利用するように、利用しているサービスについて、それを追加してですね、その、使い勝手を良くするようなことができるようになっております。 で、こちら、利用者のアクセス例ということで書いておりますけれども、皆さんが所属、大学研究機関に所属されている皆様がですね、世の中にあまたあるクラウドサービスを利用するにあたって、どれが利用できるか、利用できないかという、なかなか各研究者、学生には把握しづらいものがございまして、ちょっと 固ままっってしまったのでしょうかえー、それをですね、ゲートウェイサービスで、えー、この、これ、これ、このサービスとこのサービスは利用できますと示すことでですね、そこをゲートウェイサービスを経由して、ゲートウェイサービスを起点として、えー、クラウドサービスにアクセスすることでですね、大丈夫かな。ちょっと申し訳るあ、戻った。えー、その、 実際は自分が利用できないサービスにアクセスするようなことがなく、その辺、スマートにですね、利用することができるようになります。この辺ちょっと時間の都合もありますので割愛させていただきたいと思うんですけれども、要はですね、この IDP 側、 大学研究機関の側に担当者を置いていただいてですね、その人がうちの機関ではこれとこれのサービスできます、利用できますよという情報をゲートイサービスに入力する、その いわゆるこの、えっと、サービス一覧の画面を構成していただくことによってですね、その情報を所属しているご成員の方々、一般利用者に対して提供できる、そのサービス一覧を提供できるというものでございます今。今説明したことの繰り返しではございますけれども、大学研究機関側ができることといたしましては、その、 自分のところで契約、連携しているサービスを登録できると。で、プラス、学人に参加しているサービスでしたらですね、あらかじめその情報が、ゲートウェイサービスに登録されておりますので、それを選択していただく。この、これとこれのサービスが、うちの大学で使えますよということを選択していただくだけで、先ほどのですね、 いわゆる、あの、ポータル、え、画面、あの、サービスリスト、サービス一覧の画面ですけれども、そこの画面を、構成所属機関の構成員向けにですね、カスタマイズできるというところでございます。で、加えてですね、グループごとの利用可能サービスを多く、 の情報も提供できるというところで書かせていただいております。グループというとですね、いろいろあって、共同研究のグループであったり、研究室のグループであったり、その他、いろいろ任意のグループに関してですね、このグループのメンバーこれこれですよというところを登録しておいていただけると、いただいた上で、そのメンバーが利用すべきサービス。 というものはこれこれですよというのを登録していただくことによって、その情報もですね、ゲートウェイサービスの先ほどのサービスリストに加えて表示することが可能である。結果、その利用者のですね、自分が使うべきサービスというのが一覧できると。で、そこから、そこを起点としてですね、研究活動、教育活動を行っていただけるというようなものでございます。 で、ここからは、一つの例ということで、説明を行います。で、まずですね、先ほどから説明しております、その機関が利用して、契約しているサービス。多くの大学で利用されているのは、その、電子ジャーナル等ですね、を主に選択されているかと思うんですけれども、エルゼビア、ワイリオンラインなどですね、 のサービスと、え、共同研究で、ま、例えばの続きですね。共同研究で利用しているサービス。共同利用域というものがあれば、それが加えられると。で、さらにさらに、個人的に利用しているサービス。ま、これ特にですね、その、 確認で、所属機関の IDP でログインするものに限らずですね、自分がよく使うサービスということで、そのリンクを加えていただく感覚で利用していただけばいいと思うんですけれども、そのようなものを、今の3つをですね、この 8A サービスが組み合わせて表示してくれると、すべてのサービスを提示してくれるというようなものでございます。 で、えちょっと、この辺を飛ばさせていただいて、まあメリットとしては、まあ繰り返しになりますけれども、利用者の側から、そのサービスリスト、自分が使うリストというものをいろいろカスタマイズできると。で、え機関の側から言うと、教員、職員、学生もと当然ですね、利用させたいサービスに誘導できる。 各自でポータルを用意する手間がないと。こちらで、その部品、機能は提供しておりますので、それをカスタマイズしてですね、各個性に対して提供してくださいというような形になっておりますと。と,ところが、ゲートウェイサービスの説明でございました。 で、えアップデートといたしましてですね、今回、え先ほど、小林からも説明ありましたけれども、コミュニティスペースに関して、えゲートウェイサービスではこのように利用しておりますということをご紹介させていただきます。えとても便利な、メリットのあるところ、情報を提供しておりますので、ぜひともですね、まだ使っていない。 えー、見たことがないという方にも、ぜひ使っていただきたいというものでございます。ということで説明させていただきます。はい。で、えー、解説につきましては、こちらのリンクを参照していただければと思います。 基本的にはですね、この学人クラウドのサービスに関する利用にあたっての情報交換、情報共有するものであると。で、元々の意図としましては、そのサービス利用機関様の間で情報共有をする、情報交換するというようなところも,も、ターゲットでございますけれども、とにかくですね、情報交換ができればと。 そういう場としてご利用いただきたいというところでございますで。ゲートウェイサービスでどのように使うかというところでですね、このようなものを挙げさせていただいております。で、まずですね、あの、皆様から寄せられるところで指摘で、そのサービスに関するですね、情報が不足している。 不正確であるというようなところがありまして、その辺の情報をですね、コミュニティスペースで集約して、その辺改善に努めていければというところで考えております。そのような形でコミュニティスペースを利用していきたいというふうに考えております。実際ですね、そのための、何て言うのか。 ページを用意しておりまして、え皆様に情報提供を呼びかけているという段階でございます。で、こちらがあまあ,あのコミュニティスペース上にあるまこ、あのこのようなページがサービス分だけ並んでいるというようなところをイメージしていただければと思いますけれども、で大事なところはですね、このページに対して。 皆様が自由にコメントをつけられるというところですね。はい。えー、ここ、こうじゃないかと。えー、リンクが正しくないようだみたいなところですね、えー。どしどしご指摘いただきたいというところでございます。実際ですね、コミュニティスペース提供したのが去年の10月でございまして、えー それから、半年余りですね、こういうことが行われたとアクティビティということで、開かせていただいております。皆様もですね、このようなところ、他のサービスについてでも構いませんけれども、そういえば、そこのサービス、ああいうところあったなと。 お気スきのところがあれば、ぜひともコミュニティスペースでですね、情報提供いただければというふうに思っております。はい。この実際ですね、アクティビティと書いておりますが、基本、主に、これまでの半年間については、主に MINII からから情報提供されたというところですね。はい。で、これが、あの、 皆様、ま、利用機関の皆様の中にも広がっていけばいいなと。ぜひとも情報提供ご協力いただきたいというところでございます。これ赤字で書いてありますところはですね、実際 IDP の側で情報設定変更を行わないと、そのサービスの利用継続が難しいというところでございまして、その 設定変更についてもですね、情報提供させていただいております。そのような部分で、その IDP の運用にあたってですね、この情報提供、役に立つものというふうに思っておりますので、ぜひともコミュニティスペースの利用、情報を提供するという側でももちろんですけれども、その情報を受け取るという側でもですね、ぜひともご活用いただければというふうに思っております。 はい。えー、コミュニティスペースについて何か、ご不明な点、えとありましたら、随時、えお知らせいただければというふうに思っております。はい。以上ですね。えー、サービスについて説明させていただきました。お問い合わせと、こちら、ご確認いただければと思います。以上でございます。